えー、例えば、とある本を一冊読みます。その感想を3分にまとめて話すことをします。これを事前に言われたら何を話すか3分にまとめたんですが、急に何の準備もなく、勇紳反省と言われると、頭がパニックでボロボロになります。良きリーダーになるには、インプットしたことを即座に明確にアウトプットできるスキルが必要に感じます。どういうトレーニングをすればいいのか、アウトプットのことがあるのか、それとも元々の字頭スキルでしょうかえっと、あの、結論を最初に一言言って、その一言を説明するという風なテクニックを僕はいつも使ってます。 ええと、先日あの、ひげおやじさんの、あの、生配信に出たんですけど、で、その時にその、魚の子っていう映画の説明をしたんですけど、で、その、魚の子っていう、あの、坂田なさんが主人公の映画で、どういう話だったよっていうので、その、最初に、あの、子供が見た印象と、大人が見た印象で違う映画なんですよ。っていう説明をするんですよ。 で、普通、どういうことって思うじゃないですか。だって子供も大人も同じ絵を見て同じセリフを見るから、だからその子供と大人でかんその感じることが違うよって言われると、え、どういうことって、まずそこが引きになるんですよ。 で、その、なぜそうなのかっていうのを、まあ、論理的に説明するんですけど、要するにその、子供だと見過ごすような、ちょっとしたシーンに、実は好みがあるんだよねっていう、大人がわかるっていうのがあって、まあ、そこの、キャバクラがどうこうみたいな話とか、ヤギラユーヤ君がどうこうみたいな話はヒゲウェイさんのことこで言ったんですけど、で、そこで言わなかったのは、その、さかなクンみたいな天然のやつって、大体いじめられるんですよ。でも、魚くんの自伝の話なんですけどね、魚の子、いじめられるシーンがないんですよ。 で、なんでないかっていうと、魚くん戦うと強いんですよ。で、その戦うと強いというシーンが、えっとね、子供の頃に、たまたま歩いて話されてるシーンで、柔道着か空手着を着て喋ってるシーンがあるんですよ。で、それは、柔道か空手については、セリフでは全く触れられてないんですよ。ただ、その子が、その、魚くんの子供の頃の回想シーンで、話してるときに、柔道着か空手着を着てるんですよ。 で、あの、大人はそれで気づくんですよ。あ、この子はちっちゃい頃に、ね、柔道を描かれてやってたんだなと。でも、その子供の場合って、それが柔道着であるとかカルテ着だとかって分からなくて、単に白い服を着ているという印象になっちゃうんですよ。で、その高校生の話になった時に、ヤンキーに絡まれた時に、高田くんはいきなり技を決めるんですよ。寝技をね、柔道の。 っていうので、あ、もともとあの時にやってたのは柔道で、で、それがあるから喧嘩になったとしても勝てるんだね。あれはそういうスキルがあるんだねっていうのの、その伏線回収になるんですよ。でも子供が見た時に、パッと見で、あ、魚くん通演だっていうのになっちゃうんですよ。っていう感じで、そのおあ、同じ情報を与えられたとしても、その子供が見たものと大人が見たもので、その説得力が変わってくる。っていうのがあったりするんですよね。みたいな話も、今別にその、 その、なんか3分でまとめて面白い話をどうすればいいかっていうのを話したのではなく、さかなクンの話で何で言ったっけって読んで、子供と女が違うなって言ったっていうのをまず説明して、で、ひげさんの放送の時に言わなかった話で何かあったっけと思って、で、その、あの、空手と柔道の話を思い出して、それを順に説明したっていうのをやっただけなんですよ。でも一応なんか多分3分ぐらいで、その、あの、まあ、映画の説明をしたっていう感じになると思うんですけど、はい。